戦闘巡航戦車は第二次世界大戦中にキャバリエ巡航戦車に改良を施したイギリスの巡航戦車である。車体と砲塔はキャバリエ巡航戦車がそのまま用いられ変速機やサスペンションが改良された。戦闘巡航戦車はキャバリエ巡航戦車に問題のあった変速、サスペンション等に関する改良を施したクロムウェル巡航戦車の派生型である。 エンジン以外は A27 の使用のままである。エンジン以外に目立った変化はない。これは A27M のエンジンが手に入った場合、エンジンさえ換装すれば、クロムウェル巡航戦車に改造できるものを狙ったものである。英国王立海兵隊コマンド部隊は、独自に近接支援型戦闘を準備しノルマンディー、上陸作戦で使用した。これらの戦闘の残りは後に、 フランスに引き渡された。戦闘巡航戦車の姿勢車両は1942年6月に完成し、同年11月には量産が開始された。戦闘1は戦場で通用する戦車ではなかったが、最終的に1821両が生産され71両がフランスに52両がギリシャに給与された。巡航戦車マーク8戦闘。 combat1.sakura.ne.jp 2020年2月2日閲覧ありがとうございます。